小太郎私と同じ祖父の孫だ夕凪でそれらしい姿を見た時からもしやと疑っていたが金で人を動かせると考えている低俗な輩だ本当のことを述べたまでだひったくりに脅迫とは祖父に与えられた 空の字が泣いてるぞ子だろう忍さんお前ならばいつかは自分の間違ったやり方に気づき更生してくれると祖父は最後まで信じていたその反応やはり気づいていなかったが祖父の本当の気持ちにお前はよく人を騙してのし上がろうとする小さきもの。 小太郎と祖父に叱られていたなその後で祖父は私によくこぼしていたよその後で祖父は私にこれにこりて成長してくれたらな嘘ではない祖父は本当にお前に愛情を持っていたんだわしの竜に負けぬような虎の名を付けたいだから祖父が小太郎と名付けたとお前も聞いているだろ 愛されていたんだよ。お前は生まれた時から私よりもずっとな忍様コタロ私はお金なんてどうでもいいです この人を二度と裏切らないって決めました。もうあなたには従いません。だって、私の心はこの人の隣にあるんだから。たまきさん。えじゃ、じゃあ、お父さんがスパイをしていたのはじゃ、じゃあ。 お父さんがスパイをしていたのはよかった。お父さんが、私やお母さんのために。やっぱり、お父さんは悪いことなんてしてなかったんだ。させんお前。セーラちゃん。させん お前の意志と勇気確かに見せてもらったぞ月島セイラちゃんここは私たちに任せて行くんだこいつの私に任せてこいつのこと頼んだぞ <laughs>、はい、頼んだ時間稼ぎをしてくれ頼んだその間に遺産の在りかを探し出してみせるお任せを神楽坂流武術の神髄を お見せいたしましまょう。けけがの手当は私がしますからご心配なくああだが相手も小太郎が雇った暴力のプロだろ気をつけるんだぞ分かってるところで一つ確認なんだが時間稼ぎはいいとして別にこいつらをまとめてぶちのめしても問題はないのですよね 時間稼ぎはいいとして別にこいつらをまとめてぶちのめしても問題はないのですよねああ問題ないぞ後始末は任せてくれあらあら気の早いではまたここでお会いしましょうみんな揃ってですねよし行くぞ二人とも 二人とも、こっちだ <laughs> やはり行き止まりか他に道は待ってください記憶が確かならこの石碑の裏にち小さい頃指を入れて遊んでたんですけど ペンダントの宝石と同じ大きさじゃないかなってさえているぞタマ少年ペンダントで作動する仕組みだったのかなるほど祖父らしい。 では、行くか《かこ、このなで島に隠れし財宝を発見した知恵ある者よ》 わしの名はダイモン龍太郎この金の所有者だじいちゃん